はい、ご視聴ありがとうございます。これよりお届けするのは新しいシリーズ、耳で聞く世界史の基本情報。その第1回目はカール・マルクスです。カール・マルクスに関する基本情報をウィキペディアを情報源としてお届けいたします。それではどうぞ。リーディングウィキペディア、カール・マルクス。カール・ハインリヒ・マルクス、1818年5月5日から1883年3月14日はプロイセン王国、現ドイツ出身のイギリスを中心に活動した哲学者、思想家、経済学者、革命家。1845年にプロイセン国籍を離脱しており、以降は無国籍者であった。彼の思想はマルクス主義、科学的社会主義と呼ばれ、20世紀以降の国際政治や思想に大きな影響を与えた。フリードリッヒ・エンゲルスとともに包括的な世界観および革命思想として科学的社会主義、いわゆるマルクス主義を打ち立て、資本主義の高度な発展により共産主義社会が到来する必然性を説いた。資本主義社会の研究をライフワークとし、それは主張資本論で結実した。資本論に依拠した経済学体系はマルクス経済学と呼ばれる。生誕は1818年5月5日プロイセン王国ニーダーライン大公国圏トリーヤ。死没は1883年3月14日満64歳没。イギリス、イングランド、ロンドン。時代、19世紀の哲学。地域、西洋哲学。学派、唯物論。科学的社会主義、共産主義。若い頃はヘーゲル左派、ヘーゲル学派急進派。研究分野、自然哲学、唯物論。科学、哲学、歴史哲学、倫理学、社会哲学、政治哲学、法哲学、経済学、各国の近現代史、政治学、社会学、資本主義経済の分析。主な概念、唯物弁証法、唯物史観、阻害、階級闘争、剰余価値の搾取。マルクスはその生涯の大部分を亡命者として過ごした。小国はプロシアだったが、1849年にパリに追放され、後にロンドンに居住してそこで死んだ。彼は生涯をひどい貧困の中で過ごし、生前はあまり有名ではなかった。しかしロンドンでの彼の運動と著作はその後の世界の社会主義運動に大きな影響を与えた。マルクスの死後、19世紀終わりから20世紀初めにかけて世界中にできた社会主義政党は皆何らかの形でマルクス主義を採用した。マルクス主義の核心は階級闘争と社会主義社会建設のための理論であり、経済的搾取と社会的不平等を根絶することを目指していた。マルクス主義の一派である共産主義はレーニンによって1917年のロシアで最初の革命を成功させ、コミンテルンが各国で創設した共産党は世界中の注目と議論を引き起こした。マルクスの理論の中心はヘーゲル哲学を基礎とした弁証法哲学と政治経済論である。マルクスは当初ヘーゲルの観念論から出発し、後に自分の革命的政治観に行き着いた。マルクスはたくさんの論文、パンフレット、レポートを書き、いくつかの著作を出版した。生前出版した著作には「性家族」「哲学の貧困」「ルイ・ボナパルトのブリュメール18日」「経済学批判」と「資本論」がある。マルクスの死後、彼の盟友だったフリードリッヒ・エンゲルスによってフランスにおける階級闘争、ドイツ・イデオロギー、フォークと死、人労働と資本、
豪太綱領批判、賃金、価格及び利潤などが出版された。マルクスの世界観の核心は彼の経済システム論ではない。マルクスは経済学を批判的に扱っている。また彼の経済理論はアダム・スミスやリカードに多くを寄っている。資本論は経済の専門的分析というよりも社会経済問題に対する制度と価値の考察を通じた規範的分析である。マルクスが資本論で訴えているのは人類の救済であり、彼の理論で最も卓越していた点は経済学というより歴史理論と政治学である。マルクスの思想の中心は唯物史観である。唯物史観は経済システムが観念を規定するという考えと、歴史の発展は経済構造によって基礎づけられているという考えからなる。前者の考えはヘーゲル哲学を唯物論的に解釈し直したもので、後者の考えは弁証法哲学を歴史理論に応用したものである。カール・マルクスは1818年5月5日午前2時ごろ、プロイセン王国ニーダーライン大公国圏に属するモーゼル川河畔の町トリーヤのブリュッケンガッセ664番地に生まれる。父はユダヤ教ラビだった弁護士ハインリヒ・マルクス、母はオランダ出身のユダヤ教徒ヘンリエッテ、旧姓プレスボルク。マルクスは夫婦の第三子、次男であり、兄にモーリッツ・ダーヴィット、姉にゾフィーがいたが、兄は養成したためマルクスが実質的な長男だった。また後に妹が4人、弟が2人生まれているが、弟2人は夭折、若死にしている。マルクスが生まれたトリーヤは古代から続く歴史ある都市であり、長きにわたってトリーヤ大司教領の首都だったが、フランス革命戦争、ナポレオン戦争中には他のライン地方ともどもフランスに支配され、自由主義思想の影響下に置かれた。ナポレオン敗退後、統治はウィーン会議の決議に基づき封建主義的なプロイセン王国の領土となったが、プロイセン政府は統治が根付くまではライン地方に対して慎重に統治に臨み、ナポレオン法典の存続も認めた。そのため自由主義、資本主義、カトリックの気風は残された。マルクス家は代々ユダヤ教のラビであり、1723年以降にはトリーヤのラビ職を世襲していた。マルクスの祖父マイヤー・ハレビン・マルクスや叔父ザムエル・マルクスもその地位にあった。父ハインリヒも元はユダヤ教徒で、ユダヤ名をヒルシェルと言ったが、彼はボルテールやディドロの影響を受けた自由主義者であり、1812年からはフリーメイソンの会員にもなっている。そのため宗教にこだわりを持たず、トリーヤがプロイセン領になったことでユダヤ教徒が公職から排除されるようになったことを懸念し、1816年秋、または1817年春ともにプロイセン国教であるプロテスタントに改宗してハインリヒの洗礼名を受けた。母方のプレスボルク家は数世紀前に中央からオランダへ移民したユダヤ人家系であり、やはり代々ラビを務めていた。母自身もオランダに生まれ育ったので、ドイツ語の発音や書くことに不慣れだったという。彼女は夫が改宗した際には改宗せず、マルクスら生まれてきた子供たちもユダヤ教会に籍を入れさせた。叔父は欧州最大の電機メーカーであるフィリップスの創業者リオン・フィリップスであった。幼年期、一家は1820年にブリュッケンガッセ664番地の家を離れて、同じトリヤ市内のジメオン・シュトラーゼ1070番地へ引っ越した。マルクスが6歳の時の1824年8月、第8子のカロリーネが生まれたのを機に、
マルクス家兄弟は揃って父と同じプロテスタントに改宗している。母もその翌年の1825年に改宗した。この時に改宗した理由は資料がないため不明だが、封建主義的なプロイセンの統治や1820年代の農業恐慌でユダヤ人の土地投機が増えたことで反ユダヤ主義が強まりつつある時期だったからかもしれない。マルクスが小学校教育を受けたという記録は今のところ発見されていない。父や父の法律事務所で働く修士生による家庭教育が初等教育の中心であったとみられる。マルクスの幼年時代についてもあまりよく分かっていない。1830年、12歳の時にトリーヤのフリードリッヒ・ヴィルヘルム・ギムナジウムに入学した。このギムナジウムは父ハインリヒも所属していたトリーヤの進歩派の会合カジノクラブのメンバーであるフーゴ・ウィッテンバッハが校長を務めていたため自由主義の空気があった。1830年にフランスで7月革命があり、ドイツでも自由主義が活気づいた。トリーヤに近いハンバッハでも1832年に自由とドイツ統一を求める反政府派集会が開催された。これを警戒したプロイセン政府は反政府勢力への監視を強化し、ウィッテンバッハ校長やそのギムナジウムも監視対象となった。1833年にはギムナジウムに警察の強制捜査が入り、ハンバッハ集会の文書を持っていた学生が一人逮捕された。ついで1834年1月には父ハインリヒもライン県県議会議員の集まりの席上でのスピーチが原因で警察の監視対象となり、地元の新聞は彼のスピーチを掲載することを禁止され、カジノクラブも警察監視下に置かれた。さらにギムナジウムの数学とヘブライ語の教師が革命的として処分され、ウィッテンバッハ監視のため保守的な古典教師ロエルスが副校長として赴任してきた。マルクスは15歳から17歳という多感な時期にこうした封建主義の弾圧の猛威を間近で目撃したのだった。しかしギムナジウム在学中のマルクスが政治活動を行っていた形跡はない。唯一それらしき行動は卒業の際の先生への挨拶回りで、保守的なロエルス先生のところには挨拶に行かなかったことぐらいである。父の手紙によるとロエルス先生のところへ挨拶に来なかった学生はマルクス含めて2人だけで、先生は大変怒っていたという。このギムナジウムでのマルクスの卒業免状や卒業試験が残っている。それによれば卒業試験の結果は宗教、ギリシャ語、ラテン語、古典作家の解釈で優秀な成績を収め、数学、フランス語、自然科学は普通ぐらいの成績だったという。卒業免状の中の才能及び熱意の項目では、彼は良好な才能を有し、古代語、ドイツ語及び歴史においては非常に満足すべき、数学においては満足すべき、フランス語においては単に適度の熱意を示したと書いてある。この成績を見ても分かる通り、この頃のマルクスは文学への関心が強かった。当時のドイツの若者はユダヤ人詩人ハインリヒ・ハイネの影響で皆詩を作るのに熱中しており、ユダヤ人家庭の出身者ならなおさらであった。マルクスも例外ではなく、ギムナジウム卒業前後の将来の夢は詩人だったという。卒業論文は職業選択に際しての一青年の考察、人間の職業は自由に決められるものではなく、境遇が人間の思想を作り、そこから職業が決まってくるという記述があり、ここにすでに唯物論の影響が見られるという指摘もある。我々が人類のために最もよく働きうるような生活上の地位を選んだ時には、重荷は我々を押しつぶすことはできない、なぜならそれは万人のための犠牲だからである、という箇所については E.H. カーはマルクスの信念の中の
とは言えないが、少なくとも彼の性格の中の多くのものが彼の育ったところの規律、自己否定及び公共奉仕という厳しい伝統を反映しているとしている。他方、ウィッテンバッハ校長は思想の豊富さと材料の配置の巧みさは認めるが、作者マルクスはまた異常な隠喩的表現も誇張して無理に使用するといういつもの誤りに陥っている。そのため全体の作品は必要な明瞭さ、時として正確さに欠けている。これは個々の表現についても全体の構成についても言えるという評価を下し、マルクスの悪筆についてなんと嫌な文字だろうと書いている。1835年10月にボン大学に入学した。大学では法学を中心としつつ、詩や文学、歴史の講義も取った。大学入学から3ヶ月にして文学同人誌へのデビューを計画したが、父ハインリヒが、お前が凡庸の詩人としてデビューすることは嘆かわしい と説得して止めた。マルクスの作った詩はそれほど出来のいいものではなかったという。また1835年に18歳になったマルクスはプロイセン陸軍に徴兵される予定だったが、胸の疾患で兵役不適格となった。マルクスの父はマルクスに書簡を出して医師に証明書を書いて兵役を免除してもらうことは両親の痛むようなことではないと諭している。当時の大学では平民の学生は出身地ごとに同協会を作っていた。貴族の学生は独自に学生会を作る。マルクスも30人ほどのトリーア出身者からなる同協会に所属したが、マルクスが入学した頃、政府による大学監視の目は厳しく、学生団体も政治的な話は避けるのが一般的で、結党ぐらいしかすることはなかったという。マルクスも貴族の学生と一度結党して左目の上に傷を受けたことがあるという。しかも学生に一般的だったサーベルを使っての決闘ではなく、ピストルでもって決闘したようである。全体的に素行不良な学生だったらしく、酔っ払って狼藉を働いたとされて1日禁足処分を受けたり、上記の決闘の際にピストル不法所持で警察に一時拘留されたりもしている。警察からはピストルの出どころについて背後関係を調べられたが、特に政治的な背後関係はないとの調査結果が出ている。こうした生活で浪費も激しく、父ハインリヒはまとまりも締めくくりもないカール流感情を嘆いたという。1836年夏にトリーアに帰郷した際にイエニー・フォン・ウェストファーレンと婚約した。彼女の父ルードヴィヒ・フォン・ウェストファーレンは貴族であり、参事官としてトリーアに居住していた。イエニーはマルクスより4歳年上で姉ゾフィーの友人だったが、マルクスとも幼馴染の関係にあたり、幼い頃からひどい暴君イエニーだった彼に惹かれていたという。貴族の娘とユダヤ人弁護士の息子では身分違いであり、イエニーも家族から反対されることを心配してマルクスとの婚約を1年ほど隠していた。しかし彼女の父ルードヴィヒは自由主義的保守派の貴族であり、カジノクラブにも加入していた。貴族的偏見を持たない人だったため婚約を許してくれた。1836年10月にベルリン大学に転校した。ベルリン大学は厳格をもって知られており、ボン大学で遊び歩くマルクスにもっとしっかり法学を勉強してほしいと願う父の希望での転校だった。しかしマルクス自身はイエニーと疎遠になると考えてこの転校に乗り気でなかったという。同大学で受講した講義は法学がほとんどで、詩に関する講義は取っていない。だが詩や美術史への関心は持ち続け、それにローマ法への関心が加わって哲学に最も強い関心を持つようになった。
1837年と1838年の冬に病気をしたが、その時に療養地シュトラローでヘーゲル哲学の最初の影響を受けた。以降ヘーゲル中央派に分類されつつも、ヘーゲル左派寄りのエドアルト・ガンスの授業を熱心に聞くようになった。またブルーノ・バウアーやカール・フリードリヒ・ケッペン、ルードヴィッヒ・アンドレアス、フォイエルバッハ、アーノルト・ルーゲン、アドルフ・フリードリッヒ・ルーテンベルグら、ヘーゲル左派哲学者の酒場の集まり、ドクトルクラブに頻繁に参加するようになり、その影響で一層ヘーゲル左派の思想に近づいた。とりわけバウアーとケッペンから強い影響を受けた。ちょうどこの時期はドクトルクラブがキリスト教批判、無神論に傾き始めた時期だったが、マルクスはその中でも最左翼であったらしい。ベルリン大学時代にも放埓な生活を送り、多額の借金を抱えることとなった。これについて父ハインリヒは手紙の中で、裕福な家庭の子弟でも年500ターレル以下でやっているというのに、我が息子殿ときたら700ターレルも使い、おまけに借金まで作りおってと不満の小言を述べている。またハインリヒは病弱だったので、息子には早く法学学位を取得して法律職で金を稼げるようになってほしかったのだが、哲学などという非実務的な分野にかぶれて法学をおろそかにしていることが心配でならなかった。1838年5月10日に父ハインリヒが病死した。父の死によって法学で身を立てる意志はますます薄くなり、大学に残って哲学研究に没頭したいという気持ちが強まった。博士号を得て哲学者になることを望むようになり、古代ギリシャの哲学者エピクロスとデモクリトスの論文の執筆を開始した。だが母ヘンリエッテは一人で7人の子供を養う身の上になってしまったから、長兄マルクスには早く卒業して働いてほしがっていた。しかしマルクスは新たな仕送りを要求するばかりだったので、母や姉ゾフィーと金銭をめぐって争うようになり、家族仲は険悪になっていった。1840年にキリスト教と正統主義思想の強い影響を受けるロマン主義者フリードリッヒ・ウィルヘルム4世がプロイセン王に即位し、保守的なヨアン・アルブレヒト・フォン・アイヒホルンが文部大臣に任命されたことで言論統制が強化された。ベルリン大学にも1841年に反ヘーゲル派のフリードリッヒ・シェリング教授が不健全な空気を一掃せよという国王直々の命を受けて赴任してきた。そのようなこともあってマルクスはベルリン大学に論文を提出することを避け、1841年4月6日に審査が迅速で知られるイエーナ大学にデモクリトスとエピクロスとの自然哲学の祭と題した論文を提出し、9日後の4月15日に同大学から哲学博士号を授与された。この論文は文体と構造においてヘーゲル哲学に大きく影響されている一方、エピクロスのアトムの偏差論に自己意識の立場を認めるヘーゲル左派の思想を踏襲している。1841年4月に学位を取得した後トリーヤへ帰郷した。大学教授になる夢を実現すべく同年7月にボンへ移り、ボン大学で教授をしていたバウアーの元を訪れる。バウアーの紹介で知り合ったボン大学教授連と煩わしがりながらも付き合うようになった。しかしプロイセン政府による言論統制は強まっており、バウアーはすでに解任寸前の首の皮一枚だったため、マルクスとしてはバウアーのつては大して期待しておらず、 いざという時には各府ウェスファーレンのつてで大学教授になろうと思っていたようである。マルクスの学位論文の印刷用原稿にウェストファーレンへの見地がある。ボンでのマルクスとバウアーは
無神論文庫という雑誌の発行を計画したが、この計画はうまくいかなかった。二人は夏の間、ボンで無頼漢のような生活を送った。飲んだくれ、教会で大声を出して笑い、ロバでボンの街中を走り回った。そうした無頼漢生活の極めつけが、匿名のパロディ本、ヘーゲル、この無神論者にして、反キリスト者に対する最後の審判のラッパを、ザクセン王国ライプチヒで出版したことだった。その内容